河合 PA 火河合 PA への分岐費、河合パーキングエリアは岐阜県費、市の東海北陸自動車道上にあるパーキングエリアである2008年7月5日の引き読みインターチェンジ白川号 IC の開通と同時にオープンした同区間の費、トンネル建設時には建設基地として使用されていた下り PA からは費、トンネルの高校を近くから見ることができる 上り PA 内にはヘリポートが設置されている。これは主に高速道路上で起こった事故等による高度救急医療の搬送用として使われる予定である。前後をほトンネルと非トンネルに囲まれているため PA の減速車線はトンネル内にかかっている。また PA の出口ランプには緊急時に進入してくるのを防ぐためトンネル用の信号機が設置されている。以前、 当 PA には、必死の要望により社会実験として、スマート IC が設置されていた。当初は2008年5月から11月に実施する予定であったが、非トンネル工事の遅れにより、同区間の開通が遅れたため実験期間は7月から11月の約5ヶ月間に短縮されることとなった。実験は11月30日午後9時で終了した。 協議会が実験結果を踏まえ協議した結果、予想を大幅に下回る通行量で予定通りの通行量にならなかったことや、接続道路となる、下小鳥ダム沿いを走る岐阜県道478号、清見河合線や、日河合スマート IC までの取付道路の幅が、強小であり、危険であることなどを理由に2009年2月16日、正式に事業中止を決定した。 売店は11月から4月下旬まで積雪のため営業を休止している。元来の計画では東海北陸道がもう少し北を通ることとなっていて明かり区間も原道より長く取られていたがなだれの危険性を考慮して現在の構成と計画変更された。その際に分岐合流の余裕が少ないことや隣の PA と近いこともあり、 当 PA の計画が撤回されそうになったが、長大トンネルが連続する区間での緊急事態を考慮して2年余りの交渉の末に PA が設置されることとなった。ありがとうございます。